はい。今回は女性の発達障害及び隠れアスペルガー。 あるいはですね本人が辛いと思うまあ三つの項目こちらについて考えて、えー、お伝えしていこうと思います、えー、今回もよろしくお願いいたしますまああのー、こ,この話っていうのはですね結構まあなんていうのかななかなか人に、えー、まあ、言えなかったり、えー、まあ、そういったことで悩まれる方がまあ、多い、えー、まあ、えー、結構繊細な話なんですが今回はそちらの点について、えー、考えていこうと思いますまああのー、僕もね言われたことがあるんで、えー、なんかアスペだなとかって言われたことがあって。 まあ最初はなんかよくわからないんで何言ってるのかなと思ったんですがまあ発達障害とかまあそのアスペルガー症候群とかでこうなんかアスペとかって言われるんですけどまあ大なり小なりそういった要素をまあ持ってる人もいるんですよ多分僕もそうなんじゃないかなと思ってるんですが別にだからといってねえその普段暮らすことにふだ生活することに何もえ差し障ることはないんですが。 よくこういったことを深く考えていくと、実はですね、困っていることであったり、つらいことであったり、そういうことに関係してくる可能性がある、あるいはその可能性が高いということですで。僕はちょっと最初にお伝えしますが、男なんで、まあ、この女性の発達障害ということについてちょっと真剣に考えていくんですけれども、ちょっとすみません、あの分かりきらないところがあったらあのお許しくださいっていうことで、まあ、そうは言ってもね、結構、まあ内容が内容なんで、 いいいいっぱい考えていきいこうと思います、えー、まずですね、えー、この隠れアスペルガーとかっていうのがあるんですねだからその一見するとわからない。 隠れアスペルガー女性とかでこの「隠れアスペルガー女性」とかと、えーまあ、関連する単語にですね「まあ、天然」とかっていうのがあるんですよよく聞いたことある人いらっしゃると思うんですが「あの,あの人天然だね」とか言う,言うじゃないですかでそういったものが実はこの「隠れアスペルガー」に関係している可能性があるんですよそもそもこの「アスペルガー症候群」っていうのは何かっていうとあのコミュニケーション障害っていうことで相手の気持ちを読み取れない側面があるっていうことなんですよ まああのまあ、これを言うのもどうかと思うんですけど。 基本的にね、僕はあの皆さんも思うかもしれないですが、分かることってのは難しいと思うんですよ。相手の他人の気持ちをね。よくなんか察してくれとかって言いますけど、分かるわけないですからあの、他人ですからね。別にその、分かりませんけど、カップルであったり、夫婦であっても、そんなことは察することっていうのはできないはずなんですよ。でさらに言うと、いろいろ話しても、えー、なかなか分かれない、えー、そういった、まあ、難しい話だと思うんですが、まあ、そんな中でね、えーまあその、いわゆるアスペルガー症候群と相手の気持ちを読み取れない。 とえー、まあ、そういったコミュニケーション障害であるっていうことを言われてるんですが、えー、これは男女ともにあるんですがあ女性のですねこのアスペルガー症候群っすごくむ難しいんですよ。なんでかっていうと女性っていうのは男性よりも協調性があるんで、えー、なかなかこのわからないんですねだからこの隠れアスペルガーとかって言われるんですよだからそのアスペルガー症候群とかそういったものであることがわからないと。で それが天然とかっていうことに現れるんですがその隠れアスペルガ症候群の女性っていうのはあの 子どもの時とかに集団にね輪、えー、の中になかなかこう溶け込めない、えー、あの人天然だねとかって言われるんですが別に天然とかっていうことではないんですよこのおそらくもともとの生まれつきのそういったものであると思いますだから何言ってんのかっていうとこういったことを、まあ、僕もそうですし、まあ、こういう話を考える本人がまあ理解することが大事なんですねなんでそういうことになるのかっていう、まあ、その、まあ、要因となるっていうかそういったものだと思います でこのカグレアスパカグレアスペルガー女性がですねその あのコミュニケーションの問題で、えーまあ、つまずくっていうか難しいことが出るのが、まあ、結婚生活っていうことなんですね結婚生活で旦那と一緒に暮らすっていうことです生活していく上でコミュニケーションで、まあ、問題が出るっていうことなんですよ。でまあ、子育てとかっていうことも子育てでですねなかなかうまくいかないっていうことで自分は何かね障害があるんじゃないかとかアスペルが症候群なんじゃないかとかそういったことにあの気付くっていうことですね。これらの問題 でののの一番難ししいいいところっていうのはあの周囲が理解しないんですね、うん、だから本人が悩んでいて本人もなかなかね周囲にあの言えないですしでその言ったところで周囲がねそういったことを理解しないっていうところに、えーまあ、問題があのありますのでちょっとまあ僕にわかるところっていうことで、えー、ここまで、えー、お話ししてきましたでこのアスペルガー症候群の人っていうのは、えー、まあね、えー、本人が辛いと思っているものがいくつかあるんですがその中でですね3つ、えー、今回注目 だからアスペルガー症候群の女性がですねつ、えー、辛いと感じている3つの項目っていうことです。でこれっていうのも表面的な話ではないんですよ。裏側にそういったことがあるから、えー、そういったことになるんじゃないかっていうようなそういう話をねここから1つずつしていきます。まず1つ目なんですが だ、まあ、騙されやすい女性、えー、っていうのがあるんですが、騙されやすい女性の原因となっているのが、このアスペルガー症候群、えー、であるっていうことなんですよ。で、この騙されやすいっていうのも、まあ、あのー、ね、えー、どのようなことかっていうことなんですよ。例えば、あのー、日常生活、分かりやすい生活とかで、まあ、女性の方ですね、分かると思うんですけど、まあ、僕はちょっと最近、そのその分かんないんですけど、まあ、主に女性の方っていうのはよく買い物をしに行くじゃないですか、ショッピングとかね。で買い 買い物をしに行った時に 店、まあ、員がね、商品を進めてきたりするわけですよ。まあ、この商品どうですかで、店員っていうのは当然、思惑があるんですよね、えー。どの商品を売りたいとか、店、えー、員にノルマがあったりとかね。えー、で、そのアスペルガー症候群の女性っていうのは、あいわゆるその店員のね、えー、まあ,あ、おわらにはまると、騙されやすいと、そういうことです。だから、店員が進めてきたものを言われるがままに買ってきてしまうと、それは確かに店員の進め方がうまいっていうこともあるんですが、その根本には、そのアスペルガー症候群っていう、えー、生まれながらにして、 持っていた本人の悩みがあ,るとあとはですね、例えばテレビの,あの、ね、よくあるじゃないですか、通販とか、テレフォンショッピングとか、テレビショッピングとか、そういったもので、必要のないものまで買ってしまうと、不要なものまで買ってしまう、不必要なものまで買ってしまうと。でこれっていうのは、例えばね、この側面だけを考えると、 買い物しに行った時に不要なものを店員に買わされるあるいはですねテレビショッピングとかで不要なものまで買わされるということはこれってのは世の中の仕掛けマーケティングというものがありますからそのマーケティングに踊らされてるとも取れるんですがその側面とはちょっと異なった側面がありまして女性の根本にその発達障害であるそういったものがあるとことも考えられるんですよ別にだからといって日常生活に困ることはないんで,でなんでこんな話をしているのかというとあのこういう要素があるなとあの自覚で っていうかすることがですね、えー、こういうまあ罠から回避していけるっていう、そういったことなんで、そのお役に立てればと思って、こちらをお伝えしております。で、この騙されやすいっていうことなんですが、まあ、その女性がですね、男性に騙されやすいっていうあのけあの傾向もあるんですよ。だから男があまあね こうまい言葉とか言葉巧みに迫ってくると騙されやすいことがあると男に騙されることがあるとそういったことにあの悩む方がいらっしゃるとは思うんですがそれっていうのはだから生まれつきのことがあってその自分はこういうような状態になりやすいってことを気をつけるようにすることによってですね例えばこういった先ほどの店員が来てもねその話は聞かないようにするとかまあ男が来てもそういった話を聞かないようにするとかまあそういった でまあ、ぼ防御すること、あるいはそう,そういったことを自覚することによって、ですねえ自分がそういった被害に遭わなくなる、その可能性がえ高くなるんですよ、被害にだから遭わないでいただきたいと思ってねえ、この今回ちょっと難しい女性の発達障害っていう内容にえ、まあ、ちょっと、まあ、取り組んでいるんですけれどもで、今度2つ目ですね、これっていうのも表面ではないんですよ、裏側にあるんですね。 アスペルガーの女性がですね子育てをするときに辛いと感じたり、あるいは旦那に切れる、えー、そういったことですね。でこれっていうのも、例えば表面を見ると、ですね子育てが辛いとか言ってね、な,なんでそんなことはやるんだって、他の人もやるんだとかって、そんな話じゃないんですよで。旦那に切れるっていうのも同じです。夫婦仲良くやっていけとか、そんなことを言ってるわけじゃないんですよ。なんでかっていうと、このアスペ,アスペルガー女性っていうことを、えー、例えばですね、えーなん、自分で分かってい,い,いないと、あれ別に分かっていてもね、えー まあそうかもしれないんですけど、その結婚生活に、えー、悩む、えー、っていうことがあるんですよ。で例えば、結婚生活において、えーその、アスペルガー女性、嫁でしょうね、が旦那に切れるっていうことなんですが、これっていうのは理由があるんですよ、理由があって旦那に切れるんですね。 このアスペルガー女性っていうのは、まあ、こだわりがあるあるいはですね完全主義、完璧主義っていうそういうこだわりがあるんですよその生まれながらにしてそういった、まあ、考え方というかそういったものがありましてでそういったものが旦那と対立してそこから、えー、喧嘩になっていって自分の主張を、えーまあ、繰り広げてそこから、まあ喧嘩になるとつまりは、えー、切れるということですねあるいは、えー、旦那がですね自分の考えを否定されると、えー、切れるそういったものっていうのはこの背後にアスペルガー症候群というものがあると考えられるんですね。 だからこれも先ほどお伝えしましたがそういった可能性があるなと、まあ、ご,ご自覚することによってこういった問題を回避できると思います。 で子育てが辛いとかっていうことに対して、子育ては辛いんだとかね、そんな一般と表面的なことを言ってるわけじゃないんですよ。これもそのアスペルガー症候群というものが背後にあって、実はそのアスペルガー症候群の女性ですね、まあ、ここでいうところのお母さんになりますけど、お母さんというのは子供のことを大切に思っている、子供のことを愛しているんですが、子供っというのは思い通りにいかないわけですよ。子供が思い通りにいかないと、その子供に対して苛立つ。 あるいは子供に、えー、激しく怒る、えー、つまり、えー、子育てが辛いと自分で感じるっていうことなんですね。うん、だから。 こういったものを悩まれる原因にはアスペルガー症候群というものが自分の中にあるんじゃないかなとちょっと思われるそうすることによって見方が変わるんじゃないかと思いますそして3つ目ですがアスペルガー症候群の女性は疲れやすいとそういったこともこちら分かっておりますどういったことかというとアスペルガー症候群の女性というのは生まれつきですね自律神経が弱いんですねで例えば あのまあ、感覚過敏とかそういったものもあるっていうことなんで、えー、そういったことが関係してですね、えー、疲れやすい体っていうかあとですねもう、えー、この自律神経とかそういったことからですね体調不良になりやすいそういったことがあ,あるんですよだから例えばこのね、えー、この件に関してはあ女性は疲れアスペルガー女性は疲れやすいっていうことに関してはあの生まれつきのことが関係しておりますので、えー、そういったことがあるっていうことを自覚して、えー 本人ですね、ご本人が無理をされないっていうことが、えー、大切だと思うんですよで。今回のこの話っていうのは、まあ、僕もね、えー、その自分が発達障害とかあのアスペとかって言われたことこありますから思うことがあるんですが。 これらの話っていうのは本人が悩んでいてもまず周囲は理解しませんから周囲は理解できない話なんですよだからあの今回お伝えした話がまあ何かしらちょっとでもお役に立てるとかあまあ共感というかあそうだったのかなっていうことをまあ思っていただければ、うん、まああのまあ僕が言ってすいませんということなんですがそのまあ自分のまあ状況というかそういったことがちょっとでも分かるな何かのきっかけになっていただければえこ,これからですねその自分の考えをうまく 整えてあるいはですね、えー、ままあ、これからあそのよりよく過ごしやすく、えー、なっていただけるまあ、一つの要因になっていただければと思いまして今回この、えー、女性の発達障害および隠れアスペルガーとか、えー、女性自身が辛いと思う、えー、その3つの内容ということについて、えー、お伝えしてみました。 リスナー様の何か一つでもお役に立っていただけることがお伝えできれば何よりです。ということで、今回のコンテンツ、ここで終わりです。最後まで聴いていただきましてありがとうございました。失礼いたします。